夕焼け空をベースにした秋の壁面啓示です。台紙は傷めないようにして毎年繰り返し使います。すすきは画用紙を使って作りました。後ろの山は作品の台紙雲竜紙の裏側です。コスモスは画用紙で作ったものと不織布で作ったものを混ぜて貼っています。夕焼けが映るため池の水もは荷造り用の平テープを重ねて貼ってあります。コスモスは花が重なり合うようにたっぷりと貼りましょう。台紙を傷めないようにトンボは直接貼らずにオレンジ色の台紙の上に貼っています。まずトンボと同じぐらいのオレンジ色の紙を用意します。その真ん中に両面テープを貼り、それを壁面に押しピンで留めます。真ん中の両面テープを剥がしていきます。トンボが飛んでいるように並べておきましょう。ここに先ほどのトンボをくっつけると、外すとき下の夕焼け空の紙を傷めなくて済みます。今年は赤トンボを2列に貼っていますが、交差させて貼るなど、その年によって少しずつレイアウトを変えることができます。